ございます。おはようございます。今日は12月、はい、4日、4日、火曜日、はい、頑張りましょう、今日も、はい、今これ串に刺してるのはタンドリーティッカ、鶏もも肉のスパイスにつけたチキンを炭窯で焼いていきます。タンドリー窯で焼く、これがタンドリーティッカは、カットしたもも肉のスパイスにつけたチキンと食べやすくカットしてますので、2口2口で、はい、ランチとかにも入ってますし、これだけでも単品で売ってます。注文お待ちしております。カレーとナンと、そしてこのタンドリーティッカのスパイスが体に入ることによって免疫力が上がり、花粉症予防の改善につながるチキンです。ぜひとも食べてみてください。鼻通りが良くなるのがね、すっごいいいよね。食べてね、スパイスの力ってすごいですね。これ食べたら鼻がすっごい見てるような。ぜひとも注文お待ちしてます。今から焼いていきます、はい。